皆様こんにちは、ムジカアレグロです。大人のためのピアノ曲集クラシック編2より26ページインドの歌のレッスンを始めます。エキゾチックな響きを持つこの曲はペダルの踏み方がとても大切な曲です。はじめにペダルの踏み方の説明、そしてモデル演奏、最後にゆっくりカウント付きをお聴きいただきます。ペダルの大切な踏み方です。ペダルは音を大きく響かせるために使うだけと思われがちです。しかしペダルのオン・オフと踏み継ぎをコントロールすると曲奏が一段とグレードアップします。1小節目です。1拍目の和音を四分音符分響かせた後、赤丸印の半拍分は音が切れます。この音がない半拍分がちゃんとあるのと、右手が始まってからペダルを上げるのとでは全く印象が違います。また5小節目から踏み始めたペダルは6小節目に踏み継ぎがあります。この奏を弾いた直後に踏み継ぎとなります。同じようなことが続きます。これはだいたいこの辺ということではなく、打鍵した直後に踏み継ぎを示しています。このことを丁寧に守ると濁ることなく曲が進みます。まず左手のみペダルの練習をしましょう。5、6、7小節の左手にペダルをつけて弾きます。5、6、7小節の左手です。Thank you.
ゆっくりカウント付きで弾きます。1と2と3と、1と2と3最後までお聞きいただきありがとうございました。丁寧に楽譜を読んでレパートリーを増やしていきましょう。また次回お待ちしております。ごきげんよう。